こんにちは、翔太です。今回なんですけど、まあちょっとバスがなかなか来なくてですね、完全に遅れてしまったんですけど、10月18日のですね、更新情報を確認していこうかなというふうに思います。で、まあ、明日はですね、更新日となりますので、まあ、午前中に、神髄工房、担当工房で、あとは少女の出会いか、やってもらって、午後にもう一回やってもらうのを忘れないようにしてください。限定特典は金曜日なんで、まあ1日1回というところになっています。で今回はですね、ネタバレなかったですね。なんで、まあ、ちょっと2週間ぐらいちょっと運営さんがお茶目してただけみたいな感じなことが発覚しましたけど、あの仕様ではなかったですね。はい、まあ運営さんの多分ミスだったということで、これからはいつもの、に戻ったんじゃないかなというふうに思います。まあ、私としてはですね、どっちでもまあどっちでもいいっちゃどっちでもよかったんですけど、あのどっちかはっきりしてほしかったんで、まあよかったです。それではですね、1週間前の更新内容から見ていこうかと思います。まあちょっとパッパ行こうかなと思います。まず商指名来ていますので、まあご検討される方はですね、取ってください。あの基本的にはスルーでいいと思います。で次はもっと甘くなる本日最終日となっておりますので、無課金の方もですね1回無料で引けるので忘れないようにしてください。週のギター通京チャーメンやってきておりますので、まあ、480円課金される方は忘れないようにしてください。ヘイラクレースですね、来ています。まあ、タンクキャラクター持ってないのであれば、検討してみてもいいかなというふうには思うんですけど、まあ、私が1体だけ取るのであれば、アーサーを選ぶかなというふうに思います。まあ、このキャラクターを選ぶ理由としては、まあ、燃焼キャラクターがいるだとか、毒焼けとコンボができるキャラなんで、まあ、毒キャラクターがいるだとか、まあ、そういった方がですね、まあ、主に取っていくキャラクターにはなるのかなというふうに思いました。まあ、私はスルーします。で10月15日の更新内容についてなんですけれども、エンテイですね、再販でやってきています。まあ、エンテイが毒キャラっていうところで、まあ、セットで使ってくださいねっていう運営さんからのメッセージなのかなというふうに思っているところはあるんですが、まあ、それでもですね、まあ、なかなかですね、そんないっぱい取れるかって感じのところもあるかなと思うので、まあ、厳しいのかなというふうに思います。まあ、スルーでいいとは思いますけど、まあ、弓章1体だけ欲しい方にはですね、おすすめのキャラクターになっておりますので、まあ、そういった意味ではありなんじゃないかなというふうには思いました。でラッキースターですね、来ています。まあちょっと注目のところだけ言うと、ダッキーですね、がおすすめです。またしばし今川上杉炎章総比あたりを狙ってください。美少女学園は長校を優先してもらって、また盲点李牧班長あたりがおすすめ。仮想の杖は孫権と馬長ですね。まあアラバタを狙うならこの2人の絆のちょびダメがいいかなと思います。週のギフトは月落ちあやめと春町副樹荘がやってくるというところになっておりますので、まあ春町副樹荘は特に、超おすすめのですねイベントになっておりますので忘れないようにしてください。で願い返しですね、まあ忘れてる方はよっぽどいらっしゃらないと思いますが、まあ、やるの忘れないようにしてください。で少女の出会いのときメモイベントをやってきておりますので、まあ明日のですね午前中に、まあ、無料分引いて、まあ1週目の底引きまではしてもいいかなと私は思っているんで、まあ、毎回ですね恋文でやっています。で星の羅針盤来ているので無課金の方も、まあ、引くの忘れないようにしてください。バンジュバンウヤも来ているんで、まあ、無料分引くのと、まあ、課金される方は週課金ですね忘れないようにしていただきたいなと思います。キレイタサイバーですね、まあ、超高名おすすめです。また、あ、ヒミコですね、が、まあ、帽子でかなりボス戦で火力出せるんでおすすめかなと思います。絢爛無限はニビアンがおすすめです。ということで10月18日の更新内容を見ていこうと思います。まず週のギフトは超招き椿とハッピーギフトやってきますので、どちらも課金する方はですね忘れないようにしてください。私はどちらも課金しています。で一昼一夕ですね 40% から 80% の原本が獲得可能というふうになっておりますので、こちらも課金される方は、まあ、大吉が出たら検討してみてもいいのかなと思います。で、まあ、やっぱり来ましたね、ハロウィンの王本のエマ・アラバターがやってきたというところになりますんで、まあ、椿遺水で王本の UR1000 の状態をとってもいいのかなというふうに思いますし、まあ、王本ですね、あーでもあれないな、めっちゃ笑ってんな、大ダメージ受けてたけど、ちょっと連携スキルがなさそうな感じがしているんで、まああったらあったで嬉しいんですけど、まあ王本がやってくるっていうところで、まあ明日は楽しみにしていようかなと思います。まあ、ただやっぱりエマラバターなんで、で王本が流行ってたかって言われると、まあ、流行ってたわけではないので、まあ基本的にはまあスルーなんじゃない、スルーしてくださいということにはなりそうな気はしていますね。まあもうすぐ月末で、まあ、29日の火曜日かな、月末だし、
次回半期もやってくるんで、まあ、そのタイミングに、まあ、基本的には皆さん備えてもらうのがいいのかなというふうに思います。まあ、てなわけでですね、まあ、今回の更新情報は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。